玉木を信じ先へと進んだ俺たちやったが、コンクリに入り込んでいる極道から奇襲を受けてしもうた。イレイザーをかばった俺とレッドライオットは別の部屋に飛ばされて分断されてもうたんや。俺は思うんだ、喧嘩に銃や刃物を取り継いだ、その身に宿した力だけで殺し合うのがいいんだ。わかるかな。レッドライオットのダメージも相当、やっぱやるしかないな。下手すりゃ死ぬが、お前の腕が上がらんくなるのと俺が耐えきれんくなるの、どっちが先か、矛と盾どっちが強いか勝負してみようや。お前いいデブだな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。火球のようや。さあぶっ飛ばせ。うわっ、沈むや。ロケまだまだ行くで。お前強いな。撃ち抜け。これまでよりも決まっていくで、こいつ。ゲッ、もう終わりか。腹が減ってしゃあないわ。エクセレント、ニューストーリー。俺の死亡でもここまでの衝撃が来るとは、まるで弾丸のような連打。割れた、痛え、受けきれなかった。アンブレイカブル徳田、心まで折れたらほんまに負けや。こんな三下とっととぶっ飛ばしてみんなのとこに戻るぞ。楽しくなってきたな、おい。俺は殺し合えれば何でもいい。がっかりさせんなよデブ、まだ倒れねえでくれよ。始めようぜ、いいデブ。あかん、こいつ、やった、どんどん調子上げてきとる。これ受けきれへんとちゃうか。ファット、俺をかばって衝撃を受けきれてねえはずなのに、何やってんだよ。強くなった気になって飛び出て、自慢の必殺技あっさり破られて、足手まといになっちまって。おいおい、がっかりさせんなよデブ、まだ倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから、次行くぞ。レッド、割れたそばから固めてけ。こいつ耐えた、さっきは軽く吹っ飛んだはず。お前いいな、もっとやり合おうぜ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。本当に怖え時、本当に命を懸けて動かなきゃいけねえ時、てめえの本性が現れる。命と向き合ってその上で一歩踏み出せる人間がヒーローになれるんだ。うら、心の在り方だ。男とは格が精査じゃねえ。自信を持つとか恐れ知らずだとか、
そういうことでもねえ。一度心に決めたなら、それに準じる。俺は守れるヒーローになる。やっつかるな。ぶつかる。腕が鳴りまくるぜ。俺を見ろ。うわ。で、顎は上から殺す。あんたに止まったわ。思いだろう。気合いだ。割れつけ。終わりか。ウィン。これが男の生き様だ。甘く見とった。俺もお前らもデッドライオットっちゅうヒーローの男気よ。ここ立て勝負、こっちの勝ちや。霧島くん、来ないなってまで。大丈夫や、もうまだだ。と言ってもこっちも骨がいっちまって腕が上がんねえ。その男は手当てしろ。奥で応急処置ぐらいはできる。罠やん。罠張る男に見えるのか。俺はその赤髪が気に入った。ちゃんともう一回やりてえんだ、その男とよ。情けなかった自分に見せてやり。今君ヒーローどころか敵さんにまで認められる男になってもうたで。